チャオ、あっちゃんです。今日視聴者さんから、プレゼントいただきました。ありがとうございます。早速開けさせていただきます。ありがとうございます。あっちゃんこんにちは。チャオです。チャオです、はい、いつもあっちゃんの動画を楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。たまにランベルという名前でコメントしてるんですが、わかりますか？はい、わかります。ありがとうございます。はい、私は23歳の会社員で宮崎県に住んでます。今回はあっちゃんの好きなほうじ茶のキャンディーと宮崎名物を送りました。 よかったらご家族で食べてください。大したものじゃなくてすいません。もうありがたいです。ありがとうございます。はい、いつも仕事から帰ってきたら速攻 YouTube をつけてあっちゃんネルを見ます。これからも楽しみにしてますので、体に気をつけて頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。嬉しい。いっぱいね、送ってくれてるの、ありがとうございます。ね、あっちゃんの好きなポテチ、関西で手に入らないの九州醤油味、すごい地域に根ざした定番の味、おなじみの甘口醤油の味わい、コク深い鶏だしを引き出す醤油の豊かさ、香りとうまみを楽しみください。九州定番の、ポテチ、九州醤油味を送ってくれました。ありがとうございます。なかなかね、関西に言うと手に入らへんから嬉しい。ふと、あっちゃんの好きなほうじ茶ラテのキャンディー。芳醇ミルクと香ばしさを織りなすほうじ茶ラテ。ありがとうございます。あっちゃん大好きな。ふと、宮崎銘菓チーズまんじゅう。おお、あっちゃんチーズ好き、嬉しいわ。チーズまんじゅう。ありがとうございます。また、ね、子供たちといただきます。鶏のささみの燻製、うわめっちゃ美味しそう。宮崎産若鶏塩塩、塩塩、はい。大事なことは2回言います。塩塩3回言ってしまった、はい。宮崎産の若鶏のささみと日向灘の塩を使い、外はこんがり香ばしく、中はしっとり柔らかな燻製にしちゃう。うわめっちゃ美味しそう。黒胡椒味、ありがとうございます。初めて見た。お召し上がり方、おつまみとしてヘルシーで、簡単おつまみとしてそのままはもちろん、お好みでマヨネーズや醤油等をつけてお召し上がりください。料理の素材として、手軽なタンパク源としてサラダや野菜炒め、チャーハン、スパゲティ等のトッピングとしてもお召し上がりいただけます。ささみ燻製のチャーハン、すごい美味しそう。なんかね、このなんかすごい、これはささみの燻製、もうお料理に使えそうやね。ありがとうございます。なかなかね、奈良では見たことのないものを送ってくれてありがとうございました。早速にまた子供と一緒にポテチとささみの燻製をね、こっそり食べられそうな気がするんで、家族で楽しませていただきます。ありがとうございました。ラムネさん、ありがとうね。